7時27分、今朝の聞きたいは、農業や食の産業に関わる外国人労働者について考えます。外国人材の受け入れ制度としては、技能実習制度と特定技能制度がありますが、今政府の有識者会議が見直しに向けた議論を進めていて、年内にも最終報告書をまとめる予定です。担い手不足が指摘される農業において、外国からの人材の受け入れをどう進めていくのか、食料問題や食品関連企業の経営戦略が専門の宮城大学三石誠二教授に伺います。三石さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。最近はコンビニエンスストアですとか、家の建築建設現場などで、さまざまな現場、外国人の方が働く姿というのを見かけるようになりましたね。はい、今年の1月にですね、厚生労働省が発表した外国人の雇用状況を見ますと、去年の10月末時点で外国人労働者数というのは182万人と過去最高を更新しているんですね。はい、おそらく今年はさらに増えているのではないでしょうか。これ国籍別に見ますと、ベトナムが最も多くて 25% ぐらい、それから次いで中国が 21%、 フィリピン 11% と、この3カ国で全体の6割近くを占めています。はい、外国人が日本で働くための在留資格のうち一番多いのは永住者だとか日本人の配偶者などですね。この方々は60万人ほどいます。そして技能実習だとか特定技能、これも正式な在留資格なんですね。でいわゆる技能実習制度は、本来技術移転を通じて途上国へ国際協力を行うということが目的で、現在およそ34万人がこの資格の下で働いています。また特定技能制度は少し固い言い方になりますが、特定技能を備えた方であれば特定分野で働くことが可能という制度で、平成31年2019年の4月以降始まっています。これが今年6月末時点でおよそ17万人ですね。2つの制度の合計で50万人強という形になってます。はい、技能実習制度と特定技能制度、一般の外国人の方たちが日本で働くための2つの制度ということですね。はい、正確にはですね、技能実習制度っていうのはあくまで、OJT 実地研修などを通じて最大5年間に限定するもので、外国人を受け入れて技術を移転する国際貢献の一端ということなんですね。はい、で本来人手不足に対応するための制度ではないんですが、これが実際の現場では労働力として使われてきたという点が問題になっています。一方ですね、特定技能制度は国内の人手不足分野の労働力を日本で働きたい外国人で補うという、現実的対応のために作られた制度です。具体的には対象分野が自由にありまして、例えばビルクリーニングだとか建設、あるいは電気電子部品の製造だとかですね、はい、宿泊、さらに農業、漁業、飲食料品製造業だとか外食業なども含まれています。その技能実習制度の問題というのは様々指摘されるようになりました。具体的にはどのようなものが挙げられますか？そうですね、最初に、来日費用の問題がありますね。はい、海外の送り出し機関への手数料を含めてですね、来日前に借金をするケースが半分以上と言われています。はい、出入国在留管理庁の調査ではですね、平均で55万円程度ですかね。皆さん来日後1年から2年かけて返済しているようです。はい、また研修中にいなくなる人も問題ですね。おととし令和3年には7000人を超える人が行方不明として届けられています。そうですか。背景はですね、受け入れ側とのミスマッチ、平たく言えば賃金や居住環境、コミュニケーション不足などに加えて、現行制度では原則転籍ができないんですね。これが原因と考えられています。特に技能実習生の待遇や人権などに関する点が重要ですね。はい、本来の目的に反して技能の習得だとか育成ができなくて、劣悪な生活環境、賃金差し押さえなどは人権侵害との指摘が実は海外からもなされています。これはかなり重要な問題ですね。はい、ここまで外国人の人材を受け入れる制度の問題点などを伺ってきましたが、農業、それから食の産業の現場での課題について、この後さらに詳しく伺います。
今朝の聞きたいは、外国人労働者と農業・食産業というテーマで、宮城大学の三石誠司教授にお話を聞いています。三石さん、農業や食産業の分野で見ますと、今どのくらいの人数の外国人の方が働いているんでしょうか。はい、現在特定技能制度っていうのを活用してですね、在留中の外国人が、先ほど申し上げました通りおよそ17万人います。はい、分野別にはですね、飲食料品製造業、これが 31% ですね。次が電気電子部品関係の製造業 21% で、介護が 13% ぐらいですね。で、農業は 12%、外食業が 5%、 漁業が 1% 強ですので、結構いるんですよ。農業漁業からですね、飲食料品製造業だとか外食産業、いわゆる食の産業、食産業全体を合計すると 49% になります。つまり今でもですね、特定技能制度で働く外国人のほぼ半数が農業と食の産業に従事しているということですね。この事実、実は再認識しておいた方が良いと思います。はい、特定技能を生かして働く外国人の方の半分が私たち日本人の食を支えているという現実があるわけですね。で、今有識者会議が制度の見直しに向けて議論を続けているということですが、最終報告書の叩き台で示されたポイントは何でしょうか。はい、一言で言えばですね、今後その技能実習制度を発展的に解消し、人材の確保と育成を目的とする新たな制度、育成就労制度と言われていますが、こういった制度を創設するというものです。ポイントは、外国人の人権が保護され、労働者としての権利性を高めること、キャリアパスが分かりやすいこと、そして外国人との共生社会に資すること、いわば国際的にも理解が得られる形に修正するということですね。まだ議論の最中ですので、詳細はこれからだと思います。現在の特定技能制度の水準に適合する人材を育成するということが基本にあるようですね。で、その際、これまで技能実習制度において指摘されてきた課題をできる限り解決することを目指しています。農業分野に対する課題ではどのようなことが考えられるんでしょうか。2年前に農林水産省が農業分野の特定技能外国人に対して実施した満足度調査というのがあるんですね。これでは仕事内容だとか労働環境について満足と少し満足合わせると 90% 以上あったんです。はい、で、今後は雇う側としてですね、外国人も日本人と同じ労働者として見るという姿勢がおそらくこれまで以上に問われることになります。はい、で、具体的にはですね、適切な雇用関係がなされているかどうか、これ賃金水準だとか支払い、あるいは控除などの適切な実施がなされているかということですね。それから次に労働環境です。優良事例として紹介されているケースでは、個室完備などですね、ハード面の整備が注目されるんですよ。ただそもそも十分な賃貸住宅が農村にあるかという問題ですね。そうですね。それから、都会に出たいのはどこの国の若者も同じじゃないですか。こうした現実を踏まえてですね、行くとともに日本人ですら、あまりやりたくない、避けるような危険かつ過酷な仕事をさせていないかどうかということですね。また言語能力不足によるコミュニケーションの問題もあります。で、これは相手が日本語ネイティブではないことへの配慮、具体的にはですね、早口で話したり、難しい言葉を使ったり、実際に技能習得に本当に必要な、言語能力どのくらいなのかということですね。で、さらにですね、人事的な昇進だとか昇格っていう問題、いわゆるキャリアパスがちゃんと示されているかどうかですね。で、こういったものについて今後はですね、特定技能制度に応募する人を、しっかり理解いただくために現地説明会だとか、相談会のようなものも必要になるんじゃないでしょうか。今後ですね、その新しい制度になるとどうなっていくんでしょうか。はい、まず、現在の34万人の技能実習生のいわば卒業問題、これが出てきますね。卒業問題と言いますと、はい、
期間が決まっていますので、終了後にですね、彼ら帰国するか、はい、あるいは、新たな在留資格として特定技能を習得して在留資格を変更するか、まあ、これ一種の移行期対応ですよね、はい、でちなみにですね、技能実習生34万人のうちの約3分の1、10万人弱が職の産業に従事しています。で次にですね、現在のたたき台ではですね、未熟練の労働者を受け入れて3年程度で特定技能に合致する水準の労働者に、まあ、育成するようですが、この具体的なプラン、それからその後の転籍の是非ですね、これを含めたキャリアパス、これらをしっかりと検討して分かりやすいものにしておく必要があります。一方、人手不足の農村という立場から見ればですね、頼みの綱の外国人労働力に、まあ、転籍緩和という形になりますと人材が流出という形になりますよ、なるほど。でこういう問題もありますよね、でさらにですね、はい、仮に長期滞在とかをする場合ですね、家族帯同を認めるかどうか、これも重要な論点になるんじゃないでしょうか。でこのようにですね、農業とか食産業の現場はですね、労働力不足に直面しています。でこれを、まあ、外国人に補ってもらうんであれば、安心して働ける環境と処遇が必要です。ですから安上がりな短期労働者ではなくて、一緒に仕事をしていく仲間としてですね、中長期的なキャリアパスを含めてどのような環境と制度を整備したらいいか、まあ、農業食産業の関係者はですね、生産基盤や食品製造現場を守るためにも制度の変更方向を踏まえてもう一度しっかりと考えてみる必要があると思います。はい、三井さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今朝の聞きたいは、外国人労働者と農業食産業について宮城大学の三井誠二教授に聞きました。